はい、今日はとっておきのプログラムをご紹介したいと思います。こちらでございます。はい、まあ、ポルシェのチューナーテックアートなんですけれども、まあ、当然エアロとかタイヤホイールだけじゃなくって、もう本当に細かいものがいろいろオーダーできるようになってます。で、今回ご紹介するのはこちらステアリングとフロアマットですね。こちらも全部オーダーメイドでいろいろ作ることができます。ちょっと端からご紹介させていただきたいと思います。例えば、こちらのステアリング、こちらマカンとか、991後期用に、サンプルで制作したステアリングになるんですけれども、例えばステッチをこうブルーのステッチを入れて、まあ、この辺のレザーも全部張り替えてますね。ステアリングの形状も D シェイプになってます。そしてこの境のところにパイピングを入れて、これもこのこちらのカラーと合わせてなんていう制作もできます。そしてセンターマーキングも入ってますね。はい、そして注目していただきたいのはこちらでございます。純正のステアリングと違ってここがちゃんと太く握りやすいような形状に変更されてます。で、さらにこちらのサンプルすごいのはこのパドルの裏側にレザーを貼るなんていうこともしてあります。これも、するしない、する場合は何色のレザーを使うっていうことも、全部設定ができます。で、結構皆さん心配されるのは、多分ここまで貼り替えちゃうとエアバッグ大丈夫なの思う方いらっしゃると思うんですけど、当然エアバッグも、ここ作動した時に開くように薄いレザーで、はい、問題なく作動するように製作されています。で、こちらは同じく991後期ですね。こちらはこちらのブルーと違ってホワイトで、センターマーキングもちょっと太めにして、そしてここも塗り分けで製作しているものになります。で、センターのこのクレストもこちらと違ってシルバーのもので、こんな仕様も製作可能です。はい、そしてパドルもよく見ていただくと、このプラスマイナスのところに入れを入れて表側だけ白に塗ったり、こんなのもできます。そして注目していただきたいのはこちらですね。なんとカーボンでの製作も可能になってます。はい、で、こちらのカーボンはポルシェで使われているカーボンに合わせたカーボンになってます。はい、そしてこちらも当然もう様々な色でこのステアリングのスポークのところもペイントすることができます。で、まあ、ボディカラーに合わせてもいいですし、まあ、あとは室内のなんか、まあ、イメージカラーを作ってそれに合わせてもいいと思います。で、当然このダイヤルだったりだとかパドルだったり、はい、この中の色も全部指定ができます。はい、そしてこのパイピングも、まあ、今回茶色で合わせてあるんですけど、パイピングそのものをつけるつけないもできますし、この色だけ違うものもできます。はい、そしてこのパンチングですね、よく見ていただくと分かるんですけど、このパンチングの中の色も、はい、設定できたりします。はい、めちゃくちゃかっこいいんじゃないでしょうか。はい、で、さらにさらにご紹介するのはこちらでございます。これも非常に人気のボディカラー、マイアミブルーと合わせて作ったものになりますね。はい、ステアリングのスポークの内側だけマイアミブルーで塗って、まあ、あとスイッチですね、あとパイピング、あとステッチなんかも全部マイアミブルーで合わせてあります。で、パンチングのこの中は白ですね。あとセンターマーキングも白になってます。はい、こんな仕様もできます。そしてさらにすごいのがこちら、なんと、はい、ステアリング裏側まで全部ハイグロスブラックでペイントされております。はい、というように本当に車のイメージだったりだとかに合わせてもう本当にいろんなことができます。で、当然太さだったり形状だったり、はい、D シェイプにするしない、もう純正形状のまんまする、形状変える変えない、太さなんかも全部細かくオーダーできます。で、当然使ってるのは純正のこのステアリングをベースに製作していますんで、まあ、強度だったり安全性も折り紙付けでございます。はい、で、こちらのステアリングご紹介させていただいた、こちらのステアリングは本当にごく一部です。はい、まあ、オーダーシートがありますんで、それに細かく入力してもらうことによって理想のステアリングを作ることができます。そしてさらにですね、こちら、はい、なんとフロアマットも全部フルオーダーが可能になってます。で、見ていただくと分かる通り、この縁のカラーと、あとステッチの色、はい、これも全部細かくオーダーできます。で、今回ご紹介しているのは本当にごく一部なんで、好みに合わせて本当にいろんなものが製作できるようになってます。はい、で、当然ポルシェ全車種、右ハンドルも左ハンドルも全て製作が可能です。はい、で、前だけっていう製作もできますんで、はい、まあ、予算だったりに合わせて製作することも可能です。で、今回ご紹介させていただいているのは、室内のマットになるんですけれども、トランクのマットも合わせて製作することが可能です。はい、というわけで今回はテックアートのオーダーメイドで製作できるインテリア、ステアリングとフロアマットをご紹介させていただきました。で、テックアートのオーダーメイドできるインテリアは、ステアリング、フロアマット以外にも、例えばセンターコンソールとかピラーとかシートとかドアの内張りとか、本当にいろんなことが部分部分でも製作することが可能です。で、今回ご紹介させていただいたこちら
ボンド東京の方でサンプルとして展示させていただきますので、興味のある方はぜひ見てみてください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。これめちゃめちゃかっこいいですね、はい、この中のボタンまで色が選べるらしいです、はい、これあれだね、内装をコンプリートにしなくてもなんかマットとステアリングだけで全然イメージ変わりそうね。これちょっとシフトの部分やりたいね。